沢仁さんはちなみにマチコンは参加したことはありますか、はい？実は参加したことはないんですけども、はい、あの実は自分友達があのマチコンの主催者をやったことがありまして、<っ>でいろいろ情報とかも聞いてたんですけども、元々、はい、マッチコーンをすごく楽しんでいただける場所っていうのは聞いていたので、あの誘われたことがあるんですよ。でまあちょっと自分があの仕事の関係で行けなかったんですけども、そのや コンに行った方々からの感想は本当にすごく楽しくて素晴らしい出会いがあるとっていうの聞いたのでいつか自分もちょっと出てみたいなっていうのは興味津々ということで、はい、今、出会いの場とありましたが今回のマチコン東京ドームインプレセット祭り東京はなんと、はい 約1万人の男女が集まっての開催ということで、すごいですよね、異性が5000人もいて出会えちゃうということです、はい、もうやっぱり出会えてなかなかでないですからね、えー、私も実際ないですし、いや本当にそのせっかくの、えー、まあ一度の出会いですから、もう本当にぜひ皆さんに参加してもらいたいなと思います、ね、一日で5000人の異性に会えるってことですよね、もうもういきなり出会いがあるわけですよね、<laughs> 5000人と。いや素晴らしいと思います、はい、そして なんと参加費が男性1500円女性1000、うん、円とかなりお得な料金なんですねえすごい安いねえはいあの各皆様共産者の方々がおそらく頑張っていただいて、はい、そう結構やっぱでも高いですもんね,ねマチコンっていうのはなかなかね出せないですもんね、えー、イメージがありますよねそうごい。 もうすごいすごいの連続でございますが、はい、<laughs> 多くの方に参加していただいて過去最大のマチコンとして世界記録に挑戦するため、うん、この破格の料金にしたというのも、はいえー、世界記録でですすすか、ね、世界記記録録ごいですよねもうその記録に挑戦するためにも来年の1月15日はぜひ東京ドームに集合ということで。はい、はい,いすごい あそしてちょっとプライベートなことですが、はい、クリスマスが迫っておりますあクリスマスですねもう、はいあの、予定などお伺いしてもいいですかいやもう残念ながらお仕事なんですよ、うん、お仕事で、はい、ちょっと本当は誰かと過ごしたいんですけどね、えー、せめて,せめてその1月15日だけど、ねうん、クリスマス前だったら受けてもしかして出会ったかもしれないですよね、参加したら <laughs> ねえもう残念です。 お仕事ということで、ザワチンさんのようにクリスマスがお仕事ですという方もいらっしゃるでしょうしね忙しい方もクリスマスは過ごせないけれども、はい、シングルの方、お仕事忙しい方もぜひ1月15日はこの出会いのチャンスですので、はいはい、東京ドームに参加してほしいと思います、はいえー。というのもですね今回 この町コンに参加される方に、はいはい、東京ドームホテルから嬉しいクリスマスプレゼントがあります何ですかご紹介させていただきましょう、はい、本日会場となっておりますこちら東京ドームホテル光のチャペルですが、はい、町コン東京ドームンふるさと祭り東京の限定特典として<ー>今回のイベントをきっかけに結婚することになって た方、うん、お二人に、うん、こちら東京ドームホテル光のチャペルにおける。結婚式をプレゼントしております。結婚式をプレゼントするんですか。はい、え、プランとかですか、全部。その、それがですね。 こちらの挙式料なんと16万円相当をプレゼントということです、はい、すごい16万円相当はーいはあすごいすごいですね、はい、まさに今こちらの会場、はいはい、この光のチャペルとなっております、はい、もうですからすごいね積極的にカップルになってほしいですよね、はい、そうですねこの愛の詰まったプレゼントですが、はい、結婚が決まりましたら 来年の1月15日、この町工のイベント当日に、はい、配布される冊子があるんですが、はい、その冊子を東京ドームホテルウェディングサロンにお持ちすればいいそうなんですはい今、2>, <の>2人でちょっと軽くお話ししてましたが、なんと、はい、私、限定何組とか言ってないですよね。言ってなないですですすよね、はい、なんてさんさ 何組でも OK、期間限定とかじゃないですかではないんですよね、そのないいんですか、そんなことしちゃって、いいそうなんです、すごい、本当にそれぐらい皆さんのこの出会い、そしてぜひ結婚に結びついてほしいその思いが込められているプレゼントだそうです。すごい でですので皆様、うん、メディアの皆様にはですね、はい、本日お渡ししておりますプレスキットの中にプレゼントの説明チラシを入れさせていただきましたのでそちらをご参照ください。はい、さあ、ちょっとクさんお話もっと伺いたかったんですが、はい、お時間が近づいてきていますかね。はい、マチコン東京ドーム。 インふるさとまつり東京 PR 大使としてぜひ z a さんからメッセージいただければと思います本当に間違いなくもういきなりその一日だけでも,もうたくさんの出会いがありますし本当にその単なる出会いではなくて素敵な出会いが必ず見つかると思うので一人でも多くの方に、えー、参加してもらえたらすごく嬉しいですいやあの私だけでなくきっとその参加した人も嬉しくなれる、えー、町工になると思うのでぜひ皆さん来てください ありがとうございました。